はい、えー。それでは、モバイルの XD に関しての学習ですけれども、えー、今、iPhone にですね、もうすでに、えー、Adobe XD が入っています。モバイルの XD が入っています。じゃあ、ちょっと起動しましょうで。何も保存されていないので、えーク、クラウドドキュメントのところには何もありません。えー、それでは、パソコンの方の XD を起動します。 で、まずですね、iPhone なので、この iPhone テンプレートそのまま使います。で、ここで今、まだ保存してないんだけれども、名称見設定1という、えー、名前が付いてない状態で、えー、まあ、あの、説明いたしましたけれども、えー、もうこの時点でクラウドに上がってるんですね。 ですから、これちょっと、リロードすると、ほら、出てきましたね。まだ保存してないんだけれども、クラウドドキュメントの方に、としても、クラウドにデータが上がっています。えそれではですね、正式に保存しましょう。楕円を書いて、色をつけまして、 そして、えー、保存します。えー、コントロール S、コマンド S ですね。で、テストという名前をつけて、保存します。で、今保存中、保存されました。じゃあちょっと、再読み込みします。はい。来てますね。で、タップをすると、はい、同じように出ています。 ちょっとじゃあ編集してみましょう。と色を変えて、場所を上に移動すると。で、今、アスタリスクなので、まだ保存はされてない、アップロードされてないんだけれども、まあ、自動保存なので、で、この段階で終了しても OK だっていう話はもうしましたけれども、 ま、自動保存なんだけれども、ちゃんとあの、こっそりとパソコンの方にも保存されているので、我々の見えないところに保存して、クラウドに上が,上がらなかったらですね、えー、その次の機会の時にちゃんとこっそり保存してあるローカルのデータをクラウドに上げるような安全な仕組みになってます。それじゃあ、こちら一回ちょっと終了して、リロードします。はい、変わりましたね。 ということで、まあ、ほぼリアルタイムに、特にその設定、何も設定する必要はありません。モバイルアプリの方の Adobe ア,アカウントと、それからこのパソコンで使ってる XE の Adobe のアカウントが同じであれば、何もする必要がなくて、クラウドドキュメント、まあ、クラウドにデータが保存されると、もうその瞬間にこのモバイルアプリの方にも表示されると。だからすぐ、 モバイル、スマホで、スマホとかタブレットで、えー、プロタイプを確認することができるということです。